グーテンタークみなさん。VK30.01D です。マチマップになってしまいましたが、頑張るぞ。車高が高い戦車はここのポジ強いですよね。あらら。やったぜ。射撃用意完了。重大な被害を与えたぞ。やっちまえ。射撃命令を出してください。KV2 君、こっち向かないでね。走行貫通。VK30.01P が犠牲になったか。わあ、あぶねえ。 T29 が来てくれましたね。痛い。やったぜ。 H ヘビーは孤立しているかな。ねえねえ、今どんな気持ち。やめたまえ。ちょっとそこ通してください。ねえ、どんな気持ちかな。話し合おうじゃないか。やったぜ。射撃目標解除。やったぞ。やったぜ。M バッジですね。よっしゃ。お、優等が 90% を超えた。これは、いけるのでは、ドイツ初の3優等に。
自走砲。グーテンターク皆さん、VK30.01D です。ドイツティア6中戦車で、ダイムラー、ベンツの戦車だよ。ベンツって聞くと高級感あふれるね。最高56キロの良好な足回り、ティア6としてはまあまあの偵察能力。単発火力は物足りない感もありますが、それを補う精度があります。今の優等は 93.87。95% いけるかな。ティア6の VK33 兄弟の中では最も隠蔽がいいので、偵察もできるんですよ。敵には軽戦車がいないので、中央の丘で偵察してみましょう。誰かいるかな？あそこにいるぞ。あそこにいるな。T34-85 ですね。戦時中は2万台以上作られたらしい。そのうちの1台かな。味方は極端な西攻めですね。おう、やるか、あん。でもあいつの単発火力200くらいあるからちょっとやだわ。味方が西振りなので、西の観測をしてみようかな。KV85 の頭を撃てるかな。あ、ティア6中戦車最大の敵、KV2 ですね。大口径榴弾が貫通したらワンパンされますから。ヘルキ当たるかな？ドイツの程度どこ行った？ドイツの程度が帰ってきた。よしよし。見えなくなりましたが、当たったようです。ストーブ74、いける。あ。味方さん、ナイス。さっきからチラチラ狙われています。どこからかな。ちょっとここで双眼鏡を展開してみましょう。よしよし。死んでる。
味方さん、ナイス。KV にもやりましたね。一安心。チャーチューガンキャリアですね。名前はかっこいいけど、見た目は段ボールのやつ。よしよし。射撃用意完了。装填完了。敵は東攻めでしたかね。サンダーボルトも名前はかっこいい。東の丘上にまだ何両かいそうです。そこから狙われている。って、6の A にもいたー。射撃用意完了。ヘルキャ105が爆走してくる。最近、偏差射撃がうんこです。よしよし。丘上から撃たれました。丘上の車両を見つけたいところですが。見つからない。まさかの道具があんなところに。正面の家のヘリまで行ってしまいましょう。射撃マークを解除。重大な被害を与えたぞ。痛いのに。危うい。射撃マークを発見。経験値ボックスじゃなかった。道具待っとけよ。で、溶ける溶ける。さすが道具さん。やばい。一両もやってねえよ。まあ、でも言う通には撃破数は関係ないはずですからね。ダメージプラスアシストダメージの合計が評価値のはず。来い、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 お。来たこれ。やったぜー。というわけで。三遊刀取れましたー。やったぜ。ぴったし 95% でした。ギリギリでした。でも、100試合以内に取れたのは初ですので嬉しいぜ。射撃機会を意識すれば活躍できる戦車ですので、皆さんもぜひお試しあれ。ご視聴、ダンケシェーン。